おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷です、えー、ちょっと私もゴルフは浮き沈みがあってな、はい、今年割とねものすごい燃えて入ったもんだから先日ちょっと調子悪かったっていう,そう,そう、ね、落ち込んでるという話を、ねはい、夏場にあの猛暑の夏でつまずいた後ファイトが立ち上がってこなくてがっくりきてよってそちょうどその時にね、はい、ちょっとやっぱ真剣にゴルフ考えようと思って、えーうん、ちゃんと道具も買ったんだし いやでもなかなかなななスコアって安定しないななんででしょうかねゴルフこぎゃんで小ギャンもうならんとですかね <laughs> <ん>ただ打つだけなんですけどね本当にね、えー、そういう個人的な愚痴がもうほんといっぱいたまってしまって落ち込んだ時にこの本に、まあ、ちょっとこう救われたというね、はい、でゴルフにというものに対する考え方なんですがこの、えー、インナミさん がおっっしゃってる優れたゴルフの意思決定の意思決定というのはゴルフ以外でももちろん使えそうなんであえてて話題にしております、はいえー、コンサートの会場で会いましたビリー・バンバンのあんちゃんの方から「ずいぶん最近当たり外れあるね」とかって,、えー、<laughs> てテーマに「当たり外れあるね」聞いてらっしゃるんですかそう,そう,そうこの番組はっきり言う方なんですよ。はい フリバンバの兄ちゃんはい面白いんだラジオ好きな方ですよねそうそうそう飛、えー、んでコンサート一緒にやってでまあ総合的なまとめ役が杉田次郎さんだったのよ<ー>で杉田次郎さんだからやっぱりエンディングはね素晴らしい愛をもう一度ともう一曲となると、うん、もう当然お客さんもその手のお客さんですから戦争を知らない子供たちへ行こうっていうね、うんえー そしたらビリバンのアンちゃんがぐず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 文句言い出して、僕は参加していいのかな参加しない方がいいのかな一緒に歌いましょうよ、もうエンディングなんですからって叱りつけた私が。はい。申し訳ないけど。いや、でもお客さんに嘘は言いたくないんだ。どんな嘘があるんですかちょっと知ってんだ、戦争。 そういういことですかもう面倒くさいんで歌わなくていいですよってほったらかして我々だけで盛り上がったんですが <laughs>、えー、広い音楽の世界音楽界の中で唯一戦争を知らない子供たちを歌わない先輩かま、はい、やつさんとビリバンのあんちゃんか両方とも知ってるというねもう、ええ、おい,いいじゃねえかって言いたくなりますが。 そのくせ、釜まさんデビュー曲、マージャンコウタですからね。なんだか戦争知ってんのか知らないのかわかんないような人でありますが。大好き、釜谷さんも。ビリバンのあんちゃんも。文句は多いですが、はいで。とりあえず、ビリバンのあんちゃんがあんまりこう、興味持ってくれそうにないゴルフの話ということでありますが。でも、この本ね、こう、なんかいいこと書いてあるんですよね。えー、ゴルフにおける錯覚。これはもう先週お話し,しましたが、いっぱい錯覚する。 もう本当に人間ってのは錯覚の連続なんですな。はい。えー、えー、例えばでありますけども、えー、グリーンも小さければ傾斜が強調され、グリーンがバーッとゴルフのグリーンね、あれが大きくなると傾斜を感じなくなる。うん本当そうだよな。えー、ちっちゃいグリーンってすぐわかるじゃん傾斜が。だから、はい、すっげえ、右に傾いてるとかって言うんだけど、大きいグリーンに乗っかって、 とことか歩くうちに、登ってんのが下ってんのが分かんないってよくあるよね。はい、で、撃った後で、はいとかって、<laughs> だからキャディさんから下ってますよって言われて、<laughs> え下ってるっていう。い登りと下り間違えた時のショックってないですよね。すっごい大きいと思わない。えぇ、ー、ありえないみたいな。あれなんか、あの、妖怪に出会ったような <laughs> 悲鳴を上げたくなる時がありますけどもね。はい。 とにかく、この作家の方ですね、インナミさんがおっしゃってるのは、ゴルフとはとにかく、その錯覚のゲームなんだと。そして、錯覚から始まるミスのゲームなのであると。著者は言います。ゴルフでは利用できる情報や意思決定者の認知能力には限界がある。さらに、心理によって成功率が大きく変化し、その心理によって錯覚が生じる。そこで大切なのは、 目標を明確にすること間違いないのは一歩ずつ上達しているという実感と安定したスコアの快感を手に入れることである、はい、あのあのこれ私言ってること難しそうなんですけどゴルフやる方分かると思いますがあのドライバーで飛ばしの快感を味わいたがる人っていうのは瞬間スコアのこと考えてないもんね。とにかく飛ばそう,う飛ばそうだもんな。うん、ほんで打っ って曲げといた後で悲鳴上げといて、スコア見てさらに腐るんだよね。だけど、スコアを快感としたいんだったらば、飛ばしの快感はもう捨てるべきなんだよね。はい、はい。えー、これ赤文字で自分でこうちょっとメモって書いてるんですよね、かなさん。2013年7月の7日、熱心にやってきたゴルフだが、本コース上でどっと疲れが出た。 同同者者がが悪悪かかっっったたてて書いてますねこれ愚痴じゃないんですけどねまる <laughs>、うん、大学のゴルフ部の青年ゃあ上手じゃないですかこの子がね200ヤードちょっとね5番アイアンで打つのよ相当飛ばしますねもう,もうちょっとやっぱある意味でプロ級だよね、うん、まあ石川遼君が6番で200ヤード200ヤードですよ皆さんはいもうそれを見ててねもう <laughs> <laughs> んか がっくりきたんだわ疲れが人生の、はあ,あごめんなさい嘆いてるうちに時間いっぱいになってしまいましたえこの続きまた明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈です昨日は愚痴が出ましてとある青年と今年夏場ゴルフ場を歩いておりましたらその青年がかつては大学でゴルフ部で鳴らしたという青年でございますいい性格の青年なんですがこの子が 真っンでアイアンでボールを捉える能力に恵まれた子でいい落としそうですねもうねパッシーンって言うんだほんで5倍はアイアンで200ヤード落とすんだよね、うんはい、私で言うとドライバーですわほん<ー>、はあ、でここのゴルフ場もう本当名前言いたくなりますが <laughs> 腹立つんだけどね基本がねドライバーで250 飛ばす人が楽しんでください相当高,高度なそうねええー、もうだから250前後打つやつってのはも危機として攻めていくわけよ<ー>ところが俺らみたいにこうちょっとちょその風の向き具合では200が危ないというねうん、うん、安全なボールでだよ、はい、もうそうなるとね本当に楽しめないんですわここのゴルフ場もう喉まで出かかってるって、えー、<laughs> ねもう ペナルティーが全部全身読んだなのよはい腹立つと思わない割と長いコース、ね、そうなのほんでねえっ、ー、と200ヤードのところまで掘りそれから右がすぐの、えー、山、はい、で左が切れ込んだ池うわもう右にも左にも行けないっていうそ,うそ,うそからパー5で コースが曲がってて、その中に川が走ってるか細い。はい、そいつがね蛇行してんのよ。うわー。ね<ー>。難しそうですねで。そこで必死になって考えて攻めていくんだけど、ねもう何にもいいことがないわけさ。はい、一発目の川を越えたらそんな飛ばないから俺ね。だから一発目逃げるんだよ。その左の川を恐れて右の方へ。はい 右の方へ逃げると今度その第2打目を打つ時ちょうど落ちどころにその川がまたかぶってくるのよ上流がうまくできてますねもう腹立ってさ、はい、でそこを果敢に狙うんだけど引っ掛けるともうものすごく惨めな林の中に入るわけ、はい、腹立ってさ ああそういうところに行ってどんどん気持ちが下がってくるんだよなはいそれでずっと耐え忍んでやってたんだけどダボーがね3回ぐらい続くとねもうマジへこむんだよねうもう快感も何にもないただ耐え忍ぶだけっていうね <laughs> それで暑くて汗が目に入るだろ <laughs> それでちょっと気持ちがこう落ち込んでたんだけど この本の著者によれば、ゴルフというのは、完璧を離れて、目的に対してどこまで緻密になれるかどうか。正解は必要ないんだと。必要なのは、私がどう意思決定をしたか。だから、意思を決定する私を楽しまないとダメなんだと。ゴルフに必要なのは、熟慮と即断。 もうじっくり考えた考え方をすぐに決定できる、はい、この矛盾をどうやって自分の技にしていくかそれがゴルフなんですよっていうねなんか人間性を試されてる感じがしますねそう,そうなんだよね<ー>ゴルフというのは甲骨のゲームであるとでその「甲骨」がやっぱりドライバー以下さまざまなショットごとに全部バラバラに潜んでいる。 ドライバーの甲骨があればフェアウェイウッドの甲骨があるよな<ー>切れ味のいいアイアンロングアイアンの甲骨があればショートアイアンでビタッとついた甲骨があるあとはアプローチぴったり寄せるとかですかノーロノーズローフ古い言葉だよね女性がつけるズロースっていう、うん、下着があるじゃん、はい アプローチでやると、うん、カパンとそのまま入っちゃうと、ノーズロー数で。そんな言葉ありますあるよあの、あれだよ。あのあ、あのパッと。パット、うん、ブレジャーのパット、うん、あれがいらなかったっつんで。あ、親父ギャグみたいなそうそうそう。そうノーズローノーズローって言うんだよ。<laughs> それは長島さんから俺教えてもらったんだぞ。長島さんが、あの、トツカのゴルフ場で叫んだら、<laughs> やったーノーズロー <laughs> でも、 あのゴルフというのはその甲骨快感だけを追い求めてはいけないのだとどこだったかなこの人どこかすごいこと書いてあったな自分の快感を何にするかという、うん、じ人生でもそうだよねこ,この辺りからこの本に吸い込まれていったんですねまだ皆さんのためにはなってないかもしれませんがもうちょっと辛抱お付き合いくださいビリバー兄ちゃん聞いてよ 武武田田今朝の三おおははよよううごござざいいまますすすすでで水谷です、えー、ゴルフというのは大体快感これからなっていると成立しているというね、はい、ドライバーは飛距離オスとしての性的な甲骨全、うん、身の快感、うん、飛ばす、はい、いいね言葉がいいね飛ばす、はいねえー、フェアウェイウッドアイアンのセカンドは勇気と決断、はあ、そして闘争心の甲骨腰と肩の快感 うん、腰の切れとかね肩が回ったとかね、うん、でアプローチは緻密の甲骨、はい、なんかこう腕前にこうジーンとくるような快感が、うん、でパッとは視力深さ「おらやっぱスライスと読んだ通りだよ」っていうね <laughs> 声がふわつってしまうようなで生と結びついてるような快感であるがゆえんですよ、はい、私がエロスを支配することはできない。 エロスが私を支配するこれは哲<そ>也さんのお考えかもしれない大体 <laughs> <laughs> いいエロスが出てくると俺だよい大体そうですよね、うん、これは名言だよね <laughs> エロスは支配できないと <laughs>、ね、私がエロスに支配されるという <laughs>、はい、この方はこのあと延々とねなんか理屈書いてらっしゃるんですがもうガバッと飛び抜かしてしまいます、はい、えこの著者 この方がおっしゃるのは、えー、ゴルフのコースに出てですね第1打を打つね第1打を打つ時はもう第2打を決めてないとダメですよと人はゴルフにおいてなぜ無謀なショットをしてしまうのかそれを人は欲とか性格とか言うけどもそれは自己抑制ゴルフとは確率のゲームであるそれを長半박地にしてはいけない、はあ、自分が求める目的 のためににいかか行動するかそれがゴルフなのであるとゴルフは博打や色事と,とは違うでゴルフについて記憶、はい、これ本当におっしゃる通りだね記憶の中の長期記憶というのはエピソード記憶と意味記憶手続き記憶っていうのがありますでゴルフってのはすごく面白くてドキドキしたっていうのが思い出に残るのな うん、かなないいやそこまで谷越えでドキドキしたとかっていうのが強烈に思い出に残らないああまあそれはドキドキしますよあ,あゴルフって困ったことにものすごい失敗したのとものすごくうまくいったのと 2>,、うん、2つしか記憶に残らないんだよああはい確かに。 まあまあなんとかやったぜとかっていうのは全部弾いちゃうのよそうですねバンカーからもう10回ぐらい出なかったとかそういうことばっかり覚えてますもんそれともう一つあれがバンカーからまぐれて一発で出た出たどこじゃなくてあわや入りそうで大騒ぎになったとか体に残っていく記憶ってそれだけなんでこの著者が言うのなこれはねすごいなと思ったんですけども。 ゴルフというのはですねこうあのちっちゃなボールを打つんですけどもこの時に使う関節が200なんですえどういうことですか200の関節を使わないとゴルフってあのあ,あのそうそうこ200の関節そんなにありますねうん、うん、あるよ関節あるよだって指先から全部でしょ 手首があって肘があって肩があって肩を回してって背骨を回して腰の関節でしょ腰を支えてるのは今度は足首の関節でその200の関節と400の筋肉ゴルフのワンスイングに使う筋肉は400なんですずいぶん使うんですねそうよ。それが全部うまくいかないと思った通りにいかないわけだからはい まあ、もともと、うまくいくわけがないというような、はい、そんな感じなんだよな。ええ、はい。丸印で書いて、えー、あります。メモっております。何やともあれ、グリーンに近づこうという戦術。パー5でドライバーの次にスプーンは、あプロも難しい。ね。距離を求める。で、緊張が続く。とにかく、パー5があったら、ドライバーで冒険する。 その次に自分はスプーンで撃とうと思っている。はい、そう思って、こう攻めていくわけでしょう。本当、ええ、ね、2回緊張が続くんだって。もうもうね、これだけでプロ並みなんだって。俺、この言葉はっとしたな。だから、どうするかっていうと、ドライバー、その次にスプーンと思わずに、ドライバーで冒険した後は、ものすごいもう距離諦めちまえって。えー 普通諦めれないででもこの人が言ってる 2>,、うん、2回連続のドキドキはアマチュアには無理だって。でねとにかく1回ドライバーでドキドキしててそこそこうまくいって、はい、その次にはその短いクラブでどんなに曲げても OB にならないっていうクラブを打つとそれでリズムができていきますっていうのよ。うん なんかこの発想っていいと思わない自分を抑えるってことですよねそうだよなんかこう朝はエプロン妻を求め<え>夜は怪しげな下着を求めるみたいなゾキドキは一日一回よみたいな <laughs> つながります、うん、ちょっと苦しかったから <laughs> はいこの次また明日のバラエタの上でございます武田鉄矢、今朝の三枚下ろし おおははよよううごござざいいまますすす武田でで水谷かなですえー、というわけでこの、えー、ゴルフ意思決定の本なんでありますが東洋経済社から出ております印南、えー、和道さんでいいのかなこの方がネガティブではなくて、えー、ポジティブにシナリオを持つことが大事なんだ明るい物語を持ちましょうで、はいえー、そのやっぱりこう一番大事なことは ものすごくドキドキするドキドキするドキドキしないこの3つのドキドキものすごくするドキドキがドキドキしないこの3つのパターンの中で自分は今どれを目指してるのかっていうのをいつも考えてなきゃダメですよっていうねでゴルフというのはこの何ていうのかその腕前もあるけどもすでにその シ,シナリオ自分がどんなゴルフをしたいのかっていうシナリオをで失敗する人が多いとはい、うん、だから一番大事なことはねちょっとこうゴルフがこう停滞してる人は一度だけ全くドキドキしないっていうゴルフをやってごらんなさいっていうドキドキしないゴルフそれはねあるわなはい パー4があるとすると2度目でパーオンっていうのを狙おうとすると50%の長半バクチりになっちゃうだけど、うん、だけどパー4のところで4回目で乗っかればいいと思えばうん全然ドキドキキしなくなくるよねある意味守りのゴルフというかでこの人がおっしゃってるのはゴルフってのは軸慮即断そういうスポーツだっゆっじっくり考えてパッと決めるという。 そういうスポーツであるでその熟慮のために必要なのは時間ではなくて選択肢であると、はい、選択も2つじゃダメなんだと3つ以上用意しなさいっていう、はい、それがなんかこう考え方を柔らかくするポジティブなあの考え方でポジティブなスイングを生むのであると、うん、ショットの正確性飛距離が重要なのではなくて ホールの長さ、狭さ、危険度に対しての自分の腕前。それが大事なんだ。相対の技術とは一体何かそれは、えー、フェアウェイキープとか OB とかラフ、トラブル、風、バンカーに対して、その成功率が35%以上を選びなさい。はい。3回に1回やったらうまくいくんじゃないかっていうゴルフをやっていきなさい。はい。 そうすると、あなたのゴルフそのものが全部変わっていくというね。ういくつストーリーをそのゴ,ゴルフコースに対して描けるか。それがゴルフ上達の唯一の道であると。だから、さっき言ったけど、そのパー4のところを2オン狙うからものすごくドキドキするけど、4オンだったらカナダ痛いね。守りのゴルフなんで、ね。ええ、で、守りのゴル,ゴルフコースの時は守れって。 攻めるべきストーリーのところは攻めていけばいいんであって、はい、いっぱいストーリーを持ってないと大変なことになるよと。はいな,なんかその選択肢の問題っていうのはうゴルフ以外でも今俺たちをこう突き動かしてるものの大半が選択肢なんじゃないかな、うん、そ,うそう思わないはいな何でも。一番こう あのいけないなと思うのお父さんとお母さんが言うことが一つにまとまりすぎている家庭に育つ子供って<う>結構小さくなっちゃうのでもよくお父さんとお母さんは一応共通意見を持って子供に接しなくちゃいけないって言われるじゃないですか。俺そう思わない ああ違うのかな俺女房から一回だけ泣かれたことあったけど「同じこと言って」って言われて「えー、いや俺んちは子育て成功してるわけでも何でもないけどなんかそれは違うような気がするな。<ー>子供っっててやっぱり選択してるよであのその選択の中で子供が本能的に一番正解だとしたがる人はね親戚の中でやっぱおじさんだよね。 ああそうですかね。うん。うん、おじさんの生き方とかおばさんの生き方って子供にとってはすっごいチャームに見えるんだよ。お父さんにも似てるけどお父さんと違う。お母さんに似てるけどお母さんとも違うというおじさんとおばさん。うんそういう子、そういう家庭環境の子っていうのはタフな子が多いんだ。いい距離感なんでしょうねきっと距離感がいいのよね。うん、うん。だから、 中国は問題だよねはい中国はおじさんもおばさんもいない世代が今大きくなりつつあるんですよほ,<う>ほら一人っ子政策だから、ええ、人類始まって以来ですよおじさんとおばさんを持たない人間がいるっていうのはう、ねえー、生き方一つしか選べませんからおじさんもおばさんもいませんから選択肢は多い方がいいですもんね絶対そうです。絶対そうです、えー、だから 絶えずうんなんだよ今日も際どくまとまってるな際 <laughs> <laughs> <で>どくまとまってるんか喋り終わった後ほっとする自分が見苦しくてね一か八かみたいな感じ <laughs> <laughs> おい選択肢はいっぱいあったんだよ <laughs> そういうまとめ方を選んだの私が、ね、<laughs> この続きまた明日の話題との上で武田鉄矢今朝の三枚おろし おおははよよううごござざいいまますすすす田でで水谷ですちょっとうまくまとまりませんであのこの著者の方にも申し訳ございませんこの方はものすごく細かくゴルフ上達の方法を書いてあるんですが私にそれに反応するそれを読み解く力がなかったもんですからまとまりの悪い回になってしまったようですが勘弁してくださいませんしかしこの本を読みつつなんか反省することもあったんですね。はい、一番衝撃的な言葉は ゴルフとはナイスショットを求めず3回に1回の成功確率を上げること3回やって2回失敗していいんだと、はい、3回やって1回成功すれば十分だと、はい、それそういうスポーツなんですよっていうねうそりゃそうだよなプロゴルファーがあんだけ舌打ちするんだからな <laughs> いかに難しいスポーツかっていうのは わかります。ただ、あの、この方がおっしゃってる中で、ゴルフというものの勉強の仕方え、目標設定、自己監視、自己評価、自己強化。それを繰り返すことである。目的を決める。自分をしっかり監視する。自分を評価する。そして、評価から自分を強化していく。うん、これを自分でやんなきゃいけないというね。はい。 ええ、私が赤文字で書いてますね「俺の場合夢見たものは限りない上達」「あるわけないじゃん <laughs> バカ本当。でも夢見るんだよね誰でもそうですよだって俺カナ8月ずーっとバット振りやってたんだぜ俺えバットって野球のバット買って,きて野球のバットですか?」「野球のバット買ってきて朝すぐに毎日やっんゴルフの」じゃなくてああ あえて、うん、あえて野球のバットを振るところに俺のその一種、凄み凄み基礎から作ってるみたいな <laughs> 満足感があるわけさ。自分に酔いしれる感じですね。そうそうで、あとは200回か。縄跳び。縄跳び <laughs> 縄跳び、毎日200回で3キロ歩いて、バットの素振りが60から70。フルスイング <laughs> 本当に。思い切って振ってましたかああ。 はあ、それでね残ったものは何か、はい、疲れ <laughs> もうね <laughs> 秋風が吹く頃から疲れが出ちゃって <laughs> あんだけ朝仲の良かった犬が本当にバット振り始めてから俺んとこ近寄ってこなくなっちゃった警戒して <laughs> あ,あいつまだバット振ってるみたいな危ねえぞみたいな感じで、はあ、顔見知りの犬にも冷たくして先に行ってもらって俺は砂場でやってたんです素振りを。 んんな努力をされていたんですか、うん、そうで手にしたものは疲れ本当<ー>にだからそのやっぱりなんか果てしない<ー>果てしない上達を夢見たばっかりに全てをなくしてしまったみたいなこれ <laughs> かっこして書いてるな「自己評価は厳しく落ち込みが激しい自分にかける言葉をなくした夏」とかって書いてる <laughs> <laughs> それじゃいけないんだよな。はい、はい、この本の中にはその他にもまだいっぱい。あのうち入りがちなミスが書いてあります。あの、秋風が立ち始めた頃からちょっとガクッと疲れが出るんですが、そこから自分を立て直す時のきっかけになったのがこ,この。 感想書いてありまますなちょょっと読んでみましょうね、はい、著者は中年からゴルフを始めハンディキャップにまで行った人であるうまいからこの本を書いたのではなくて肥満シャンク病五0肩などなどうまくいかないことが頻発する中でそれでもゴルフが面白いからと上達法を模索した結果がこの本になったという、うん、政治の不調社会の矛盾なども含めて。 原因分析を考えるときにゴルフってのは絶対に役に立つんだとゴルフの考え方というのはね、えー、頭のいい人ほどゴルフはもっと上手くなるこれがやっぱりこの人の言いたいことで私はどうか相当悪いと、ね、しかしこの本を読んで分かるところがゴルフの面白さなのだと頭悪いくせにこの本読むとなんかね面白いんだよね、はい、そ,うそういうゴルフの面白さというね ただやっぱりもう一回繰り返すけど、あの、大学のゴルフの青年がね、5番アイアンでね、200ヤード打つのよ。はい、あの、パシーンっていう音が、どうして同じような道具の私の道具から出ないのかね。<laughs> 俺、それが不思議でね。同じことやってんですけどね。ほ <laughs> んと、なんで違うかね。で、自分でも分かってんだよ。はい、だって、野球では同じ夢見ないんですよ。 皆さんそう思いません松井と同じバット握ってて、はい、バッターボックスに立って、ドーム球場でホームラン打とうって思わないじゃないですか。だって打てないの。ゴルフってバカだから、<laughs> なんか、そのドライバー持つと。いや、できそうな気がするんだよ、ね。そなるじゃないかよ、それは確かにそうです。な、野球は天から諦めて、うん、あの、あ ドーム球場のバッターボックス立っただけであんなとこまでホームラン打てるわけがないと思うわけじゃん。はい、だけど、ゴルフは、ええ、なんかゴルフボールだったらドーム球場の真下でもセンターぐらいまでだったら100、1 0ヤードちょっとでしょ、うん、入るんだよな。まあ、そうですよね。<laughs> でもな、そこなんだよな、うんえ。ごめんなさい。話がバランバラになってしまいましたね。 ビリーバンバンのお兄さん、聞いてらっしゃいますか <laughs> はい。来週また聞いてくださいませ。この次また来週の物言いの上で。